寒天頂アーク寒天頂アークは、大気光学現象の一種であり、太陽の髪型に離れた空に、虹のような光の帯が現れる現象である。寒天頂湖、天頂間、天頂湖などとも呼ばれる。またその形状が地平線に向かって、突型の虹に見えることから、俗に逆さ虹とも言う。寒天頂アークは天頂を中心とする円の一部を、なし。 太陽のちょうど髪型を中心とする子で、太陽側が赤色、反対側が紫色となっている。傘や現実などの他の多くの大気工学現象では、それぞれの色が見える位置が重なり合い、鮮明に色が分離しないのに対し、観天調アークは色の見える位置が重なり合わないため、鮮明に分離して見えるのが特徴である。現実と同様に雲の中に、 六角盤状の氷床が存在し、風が弱い場合に現れる。この時氷床は落下の際の空気抵抗により六角形の面を地面に水平にした状態で空中に浮かぶ。この氷床の上面らに入射した光が氷床の側面から出る場合、氷床が聴角90度のプリズムとして働く。太陽高度が32度より高い場合には氷床から 光が出る際に全反射してしまうため、観天調アークは現れないことになる。また、表象の屈折率は光の波長によって異なるため、色が分かれて見える。その現れる高度は太陽高度によって変化する。出現する最高高度は約32度である。また、この中心角は太陽がちょうど地平線上にある場合には約108度で、 太陽高度が高くなるにつれて大きくなる。ありがとうございます。